のだから他の候補曲も結構踊りながらやったりとかいろいろやった結果、うん、こちらに落ち着きました。はい、はい、だから選び抜かれたもうこの3曲だったと思うんですけど、皆さん楽しんでいただけましたかね。どうですか、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 よかった、ね、聞きたかったやつでよかった。おえどれだ、どれだ、どれ、どれ、どれ聞きたかったやつ、ね、ドラえもんだ、ドラえもんかな、やっぱりドラえもんですかね、これはドラえもん、ドラえもん選ばれましたね。こういうところで本気出すと仕事に直結すると、あ、やっぱドラえもん良かったでしょ、無理にしみとって嬉しいな、ありがとう、良かったです、今ちっちゃいお子さんとかもね、はい、いらっしゃったらそちらにも刺さってるんじゃないかと、はいね、はい、ぜひ刺さっていただけたら素晴らしい、もう全年齢に刺さっているかなと思います、うん、全部年齢良くない、そう、いいよね、年齢バランスいい感じで、そう、すべて網羅した選曲でございました、はい、それでは以上、ほわほわカラオケ大会でした、ありがとうございました。さあ、続きましてこちらお知らせのコーナーでーす、はい、私たちホワイトスコーピオンからお知らせをさせていただきます。はい、はい、まず一つ目、5ヶ月連続でデジタルシングルをリリースしてきた私たちですが、この度9月にホワイトスコーピオン初となるミニアルバムをリリースすることが決定しました。またミニアルバムリリースのタイミングでホワイトスコーピオン初となるワンマンライブも9月に開催されることが決定しました。ミニアルバムリリース日、リリース日、ワンマンライブの会場や開催日時の詳細は追って発表します。皆さん9月まで私たちホワイトスコーピオンと駆け抜けていきましょう。はい、はい、続いて5月18日にはオンライン話し会が開催されます。こちらはメンバーボイスコンテンツシャープ5の特典となっておりまして、申し込み期限が明後日の15日となっております。そしてなんと15日までに1メンバーにつき10口以上購入いただいた方限定でメンバーオリジナルメッセージボイスをプレゼントすることが決定しました。今回のボイスコンテンツも気合を入れて撮ったのでぜひゲットしてくださいね。そして今回もオンライン話し会ご参加様限定定点カメラ配信を行うことが決定しました。タイムテーブル等は特設サイトをご確認ください。そしてそして5月23日木曜にはファンクラブ会員様限定バーベキューイベントが開催されます。やった、やった、こちらの応募はもう終了してしまいましたが、ファンクラブ限定の動画コンテンツの更新なども予定しておりますので、ぜひホワイトスコーピオンのオフィシャルファンクラブへの入会お待ちしております。私たちと特別な思い出を作りましょう。はい、そして5月25日土曜日には東京都有明の TFT ホールにて初めてのソロレーン個別握手会も開催されます。今回の握手会も特典盛りだくさんとなっていますので、ぜひ握手しに来てください。個別握手会への参加はデジタルアイテムショップよりデジタルブロマイドボリューム3個別握手券付きをお買い求めください。第7次応募は本日の11時59分までなのでお忘れなく。続いてはライブ情報です。はい、6月1日、2日、8日、9日に海の森水上競技場にて開催されるクロフェス2024 5周年だよ全員集合打診にホワイトスコーピオンの出演が決定しました。イエーイ、私たちは6月2日日曜に出演させていただきます。記念すべき5周年を盛り上げられるようにメンバー一同頑張りますので、ぜひ私たちに会いに来てください。さらに6月20日に川崎クラブチッタで開催するジャパンアイドルスーパーライブ2024アットクラブチッタ公演初夏の大祭典編にホワイトスコーピオンの出演が決定しました。チケット販売中ですので、ぜひ白のペンライトを振りに来てくれたら嬉しいです。続いてはメディア情報です。はい、毎週土曜日21時から放送中の東京 FM レギュラー番組日本直販プレゼンツホワイトスコーピオンのトリセツ、皆さん聞いてくれてますよね。次回の放送は5月18日土曜日21時からです。今週も絶対聞いてくださいね。よろしくお願いします。そして同じく土曜日の25時30分からは MBS ラジオでスタートした俺たちごちゃ混ぜ集まれヤンヤンにホワイトスコーピオンからモモがヤンヤンガールズ16期生として出演しております。こちらの番組はアイドル 3.0 プロジェクトファイナリストからマリオも出演していますよ。
毎週土曜日は9時から東京 FM トリセツ、25時30分から MBS ラジオ俺たちごちゃ混ぜ集まれやんやんでお楽しみください。さらにさらに9日23時30分よりCS 放送のダンスチャンネルにてホワイトスコーピオン待望の初冠番組ホワイトスコーピオンレブチーがスタートしまし た, やったー。皆さんもう見てくれましたよね。こちらの番組はスカーパープレミアムサービス、スポーツ655チャンネル、Amazon プライムビデオチャンネルなどでもご覧になれますので、私たちが一流のアイドルを目指す様子をお見逃しなく。最後に先日8日から私たちホワイトスコーピオンのショールーム、個人配信ルームが開設されました。皆さんもフォローしてくれましたか？してくれてるよね。 ね、これからどんどん配信していきますので、皆さんぜひフォローをしてお待ちください。そしてテロップはないのですが、先ほど入った最新情報があります。なんと6月8日、6月29日都内近郊にてイベントを開催決定しました。嬉しい。フォアスピウィークは終わってしまいましたが、ライブもあるので、まだまだ一緒に私たちも盛り上がっていきましょう。詳細は追って発表されますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。よろしくお願いします。お願いします。お知らせは以上になります。ありがとうございます。おあずしさん、バエコをパンダパフェありがとうございます。ありがとう、嬉しいです。さて続いてこんな企画をやります。はい、題してホワホワディレクター。イエーイ。ではルールを説明します。この番組でもディレクターさんがカンペで私たちに指示を送ってくれていますよね。はい。今日はそのディレクターのお仕事を体験しようと思います。今から一人ずつフリートークをするので、他の二人はその人にカンペで指示を出してください。もっと可愛くとか、トークしている人は必ずカンペの指示に従いましょうということです。じゃあまず役割を決めていきたいんですけど、はい、最初にトークしたい人いますか？あ、じゃあやります。やります。お、はい、やります。じゃあ私たち、はい、じゃあカンペ出します。はい、ちょっと怖いですねこれは。何色？何色？ありがとう、ありがとうございます。ありがとうコメントも読みながらやっていけたらなと思います。はい、はい、いやちょっと二人に指示されながらどんな無茶ぶりが飛んでくるのか怖いんですけれども、それではいいですか？スタートいきますか。はい、それではスタート。バンバババババババ。最近そのホワイトスコーピオンのメンバーみんなで、あのお仕事帰りとかにご飯に行くことが結構増えたんですよ。でそういった時に気づいたことがあって、あのメニューを決めた時に、あのあ、待って、かわいい。メニューを決めた時に、あのすぐ店員さんを呼べる人と、あの呼べない人がいるんですね。はい。でその呼べない人っていうのは、まあ、ここにもいるんですけど、あのアコさんとか、あとハンナさんも呼べないみたいなんです。で私チョコだったりナビだったり、あとココとか、そこら辺はもうバシバシ呼べちゃうんですよ。もう本当にもうどんどん呼べちゃって、あのもう他のアコとかハンナさんとかが困ってる時に、もうあ、すいませんって、あ、もうすいません、決まります、あ、決まりました、店員さん来てくださいって、来て店員さんお願いしますと、あのもうすぐにバシバシ呼べてしまうんですけど、ちょっとあの呼べない組にも、あのちょっとよちゃんと呼べるようになってほしいなと思って、この前あのアコに、この前アコにちょっと呼ばせてみたんですけど、あの店員さんが通りかかっているにもかかわらず、あ、店員さんが
通りかかっているにもかかわらず、とずっともじもじしているんですね。ちょっとこれは由々しき事態かなと、これは由々しき事態かなってちょっと思っちゃってで、ハンナさんにもあのちょっと呼んでみなよってお願いしてみたんだけど、あのハンナさんもすっごく小っちゃな声ですいませんぐらいしか言えてなくって、やっぱりこれからハンナさんはもう高校生になっているので、一人で足りない、一人でいっぱいねご飯食べに行くことも、ご飯を食べに行くこともあると思うので、やっぱりあのちゃんと店員さんを入ってくださいって呼べるようになってほしいなと私は思います。そしてこちらにいるあこさんももっと大きな声でもじもじせず呼んでほしいなって思います。来てね店員さん。1 次いやどうでした？ちょっとあの足りないってなんですか？チョコさん顔真っ赤です。チョコさんご飯の時もっとね、あそう、うん、ご飯の時に、はい、ちょっとここにご飯とかあったらもうちょっと頑張れ。ここにコンソメパンチとかあったら頑張れ。ダブルパンチ。ダブルパンチ。あとなんか生チョコとか置いてあったら、もう 500% だったかなみたいな。まあ、よく頑張りました。頑張りました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあそれでは次トークしたい人いますか？はい、じゃあ次行きます。お、はい、あこさん。じゃあ私とナビでカンペをね、ディレクターとして出していきましょう。はい、ディレクターになりきります。はい。じゃあそれではじゃあ、はい、やっていきますか、はい、スタート。はい、皆さん最近 LINE スタンプがこうコラージュできるようになったの知ってますか？あの2個組み合わせれるようになったりする機能がついたんですけど、この間メンバーのグループ LINE ですごいすごいあのみんながこうそのコラージュした面白い傑作を送ってたんですね。それをすごいそれが面白かったのでみんなに共有したいなって、まあ、思ってますんですけど、こう寝転んだやつこう寝てますみたいなあのスタンプがあって、それにこう缶をこう投げつけたりするラインスタンプをコラージュしてその寝てるやつをいじめるっていうのをアリー姉さんが送ってきてたり、他にもなんかなんて言うんですかね、あの他にもビビディバディデブーちょっと待って、何話したかったんだっけ。他にもちょっと倒れちゃってる人をバイクで敷いてみるとか、他にもバイクで敷いてみるとかしてみたり、あと何があった、あそのねすごい面白い流れがあったんですけど、私それに乗り切れなくて、それがもう悔しくてめっちゃ悔しかったんだけど、だからココとかモモに自分がコラージュしたのをねすごい送ったわけよ。送ったんだけど送ったんですね。そしたらそれをね、個人 LINE で送ったんですけど、全然見てくれないというすごい非常事態が発生しまして、ね、LINE グループ乗り切れなかった私はすごく寂しい思いをしました。ちなみにここにいるナビとチョコも乗り切れてなくて、他にどういうこと？ちょっと待って、そちらに ACO コール挟んで、まあそういう感じで、そういう方式はちょっとね、すごいちょっとそういう文化があるんですけど、みんなACO
A C をおっていう感じでやっております。ね、難しい。他になかったかな。それがね、自分で買ったスタンプ、私アーニャスタンプとか持ってるんですけど、それでも使えるようになったらいいなと思ってますって言って、そういう話を私なんか誰にも話を聞いて、私なんか誰にも話を聞いてもらえないんだ。ああ、私なんて死んだらいいんだ。ベベ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 ベ難しい。ちょっとさ、やばい、ナビが出すカンペ面白い。めっちゃ難しい。何電車こいだ。魔法使いとか。アコさんはね、サティスファクショグラフィティであれだっけ。そうですね。魔法使いなんで。はい、なるほどね。じゃあちょっと調子出てきたんじゃないですか、皆さん。じゃあ最後、ナビさん。行ってみます。はい、じゃあ次は足がちょっと右になって、あチョコさんが、じゃあチョコさんが真ん中に行きます。はい、これさ、話してる側もむずい。カンペに気を取られて、ね、どこまで話してるか分からなくなる、ね、行きますよ。ではスタートの合図よろしくお願いします。はい、ちょっと待ってくださいね。んんあ、波のスケッチブックね。はい、スタート。じゃあ行きますよ、スタート。はい、私最近リリースイベントとかでアコのモノマネをいっぱいやらせてもらってるんですけど、みんなアコのモノマネやらせてもらってるんですけど、みんながリリースリリースイベントのこの雑踏の孤独なんですね。それがその前にアコのパートの前にみんなファンの方が歌って、私めっちゃ笑いそうに笑いそうになっちゃって、その時のもうアコのパートの時だけ必死に笑顔を抑えてるんですけど、皆さんそれは伝わってるでしょうか。全然違うことになってる。それでそうですね、皆さんそれ聞きたくないかなと思って今日は持ってきたんですけど、はい、今日持ってきたんですけど、ノーウェイってことで、ノーウェイ。はい、それちょっと今日歌いたいと思いまして、ちょっと皆さんいいですかね。はい、いきますよ。私なんかノーウェイ、誰も興味なくって感じなんで、いつもこれアコさん、アコのパート、私なんかの上誰も興味なく、はいはい、それでね、歌ってるんです、歌ってるんですけど、何、ちょっと待ってね、みんな。はい、これを私今個人配信でもたまにやってるんです。ちょっとどっち今やってるんですけど、みんなこうやって魔法をかけてね、みんなに魔法をかけて、私はみんなにノーウェイをやってもらおうと思ってるんですけど、足乗馬したことないけど大丈夫そうで、みんなが笑ってくれるのがすごく私幸せで、これからもそのアコのノーウェイのモノマネをしっかりやりたいと思ってるんですけど、皆さん心の準備できてますか。これをずっとしていきられるか、決めて、あ、捨てられるか、そういう髪の毛まとめて、はい、まとめて決めながら、あ、はい、という感じで、あとは今他のね、このパートも探してるんですけど、他の子のを探してるんですけど、例えば夏のとか次、Sagi so my way。わーおーおおお、片隅で君を待ってるよ。ああ好き難しいよこれ、難しいね、難しいね。え、でも結構良かったと思うぞ。ああ乗馬飛んじゃうよ、飛んじゃう、ね、言おうとしたこと飛んじゃったよこれどこまで話したか分からなくなるよ ね、 ねえみたいな、ね、急に、はい、いやでも面白かったです。はい、ちょっとディレクターさんのね、大変そう、分かりました、ね、分かりました。とっても、はい、いつもたくさんの指示ありがとうございます、本当に、それでは以上、ほわほわディレクターでした。ありがとうございます。さて、
もうあっという間にエンディングです。はい、はい、まもなく最終ランキングを発表します。これ以降のギフティングは順位に反映されないかもしれないのでご了承ください。はい、おでは早速ランキング発表していきたいと思います。はい、そうですね、じゃあまず3位から、せーの、あつしさん3位です。ありがとうございます。それでは次に2位の発表です。せーの、ケルビニアットマーク香港さん、ありがとうございます。それでは最後に記念すべき1位の発表です。ヤンアットマーク香港台湾さん、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、すごい。ランキング上位3名には本日の出演メンバーが全員で撮影したチェキにサインを入れてプレゼントします。こちらショールーム側から連絡がいきますのでお楽しみに。はい、ホワスピのホワホワ日記は毎週月曜20時から配信中です。はい、配信を見逃さないためにルームのフォローをお願いします。お願いします。またホワスピメンバーの個人配信もスタートしているのでそちらのフォローもぜひよろしくお願いします。ここで次回出演するメンバーを発表します。はい、次回の出演メンバーはエース、ココ、ナツです。はい、はい、こちらの3人が次回出演なんですけど、はい、どんな配信になりそうですか？なんか意外な組み合わせやね。ね、確かに。でもエース、でも全員 B じゃん。そう、オーディションの時の、うんうん、アイドル 3.0 プロジェクトの時の合宿でグループ分けがね、グループ B だね、されたんですよ。うん、それみんな一緒か、向こうの3人は、うんね、おすごい。じゃあちょっとなんかオーディションの時のお話とかも、ね、聞けちゃうんじゃないかな。楽しみ ね, ね、ちょっと私たちもさ全然知らないから、うん、他のグループのことは、ね、だからちょっと私たちも気になりますね。はい、はい。このあと21時から YouTube にて3人の配信があります。はい、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、それでは最後までご覧いただきありがとうございました。